ニュースプラス時事へようこそ。こんにちは、ナビゲーターのリリです。少し遅れてしまいましたが、今日からまた以前のように皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います。よろしければぜひ応援してくださいね。それでは早速、今日の気になるニュースに入りますが、皆さんはニューヨークが水没するという話を聞いてすぐに信じることができるでしょうか？私はとても信じられません。でも最近の研究結果では、いつかニューヨークの一部が水没するかもしれないという予想が立てられているんです。それではなぜアメリカ屈指の大都市ニューヨークが今水没の危機にさらされているのでしょうか？答えは地盤沈下です。ニューヨークはよくコンクリートジャングルなんて呼ばれるのですが、高層ビルを含むその建物の数はなんと100万棟を超えるとか。大都市ニューヨークはそれらの建物の重さによって徐々に地盤沈下を起こしているという実態があるんです。でもそもそも地面が沈むって一体どういうことなのでしょうか？ということで、今日は気になる地盤沈下について掘り下げてみたいと思います。地盤沈下とは、地盤沈下と聞いて地震が起きた際に地面がずれたり穴が開いたりする光景を思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれません。地盤沈下とは、その名の通り地面が様々な影響を受けて沈む現象を指す言葉です。ただ一度沈んだ地面は自然に元の高さに戻ることはなく、沈下する量は徐々に増えていってしまいます。そんな地盤沈下が起こると、当然私たちにも様々な影響が起こるのですが、その影響は大きく2つ。そのうちの1つは建物への影響です。地盤沈下が発生すると、沈下した地面上に立つ建物が浮いてしまったり傾いたりします。例えば地面に杭を打って建てられた建物だと、杭の高さはそのままに地面だけが沈むので、建物全体が浮き上がってしまいます。こうなると杭だけに建物すべての重さがかかってしまい、杭の劣化や破損につながります。また建物が傾いてしまうと、壁にひびが入ったり窓やドアの開閉が困難になる事態にもなりかねません。その結果、雨漏りが発生しやすくなることからも、こういった建物へのダメージも予想されるところです。何にしてもかなり危ない状態ですよね。そして地盤沈下の影響の2つ目は人体への影響です。地盤沈下によって傾いた家に住み続けた場合、その住人にもその影響が徐々に現れてくるのですが、それもそのはず、人間は一度以下のわずかな傾きでもめまいを感じる場合があるからです。傾きが大きくなればなるほど頭痛や吐き気のような症状が発生、もしくは強くなる可能性が高まるのですが、このように傾いた家って体にとってはとても危険なんですよね。このように地盤沈下は私たちの生活に大きな影響を与えるのですが、一体どのような原因で地盤沈下は発生するのでしょうか？地盤沈下が発生する原因。こちらでは地盤沈下が発生する原因についてお話ししたいのですが、地盤沈下の原因は大きく分けて2つあり、1つは自然現象要因、もう1つは人為的要因です。まず1つ目の自然現象要因について、代表的な3つの事例をご紹介していきますが、その1つ目が土地の乾燥です。水を多く含む性質を持っている地面の場合、その水分が蒸発すると地面は水を失った分だけ縮んでしまいます。土地が沈むことによって地盤沈下が引き起こされるということですね。2つ目は地下水の変化です。私たちの住む地面のはるか下には多くの水が流れているのですが、その水の流れが雨量や潮位、気温などの変化を繰り返しながら徐々に地盤沈下を引き起こすケースがあるんです。3つ目は地下空洞。地面は地層という様々な種類の岩や土が折り重なってできています。その地層にはもともと小さな空洞が多くあり、この空洞は雨水がたまることによって徐々に大きくなっていくのですが、
その空洞が壊れることで地盤沈下を引き起こすとされています。このような自然現象要因で発生する地盤沈下の予測はとても難しいものですが、考えてみれば地下の状態は地震によって変化しますので、これらを完全に防ぐことはできません。人為的要因。次に気になる人為的要因について、代表的な3つの要因をご紹介してみたいと思います。1つ目は過剰な重さです。普段の生活の中で意識することはないのですが、私たちの立っている地面には当然耐えられる重さが存在します。その耐荷重の限界を超える建物を建ててしまった場合、当然地盤沈下が引き起こされてしまいます。2つ目は過剰な地下水の汲み上げです。先ほどお話ししたように、私たちの住む地面のはるか下には水が流れていたり、水が溜まっていたりする場所が多くあります。その水を過剰に汲み上げてしまうと、地面の中には汲み上げた水の分だけ空間ができ、その空間の分だけ地面が沈み、地盤沈下へとつながります。3つ目は地下掘削です。大きな建物を建てる際に深く地面を掘ると、その周辺の地面は弱くなってしまいます。もちろん工事を行う際はそのような事態が起こらないよう十分対策を盛り込んでいるのですが、地盤の状態によっては予期しない地盤沈下が起こることもあるんです。このような人為的要因で起こる地盤沈下は、ある程度の予測が可能につき、対策を立てやすいのが特徴です。もちろん着工すれば手遅れですが、事前に十分な地質調査を行えば地盤の改良も可能です。このように地盤沈下は大地震が発生した際に起こる印象が強いのですが、実は私たちのとても身近な問題でもあるのです。ニューヨークの地盤沈下について、ここからはニューヨークで起きている地盤沈下に話を移したいのですが、ニューヨークの場合、一体どのようなメカニズムで地盤沈下が起こっているのでしょうか。実はニューヨークの地盤沈下についてはもう何年も前から指摘があるくらい、実は今更の問題です。しかし建物の重さを考慮した形での研究はほとんどされてこなかったそうです。そしてニューヨークに建設されている100万棟以上もの建物は、重さに換算すると約7億6200万トンにも上るという説があるんです。この重さはジャンボジェット機190万機分に当たるそうですが、元 CA の私でもこの数字は規模が大きすぎて全然ピンときてません。わかるのは、ニューヨークの土地にはとてつもない重量が常にかかっているというくらいでしょうか。研究の結果、ニューヨークの地面は建物の重みによる影響で1年間に1から2ミリ程度沈んでいるのが分かったのですが、これはあくまでもニューヨーク全体の平均であり、地盤の柔らかい場所や埋め立て地は1年で平均約 4.5 ミリも沈んでいます。つまりニューヨークの地盤沈下は人為的要因の一つである過剰な重さによって引き起こされているのです。しかし原因は建物の重さだけでなく、地下水の汲み上げや地殻変動も地盤沈下を加速させる要因であり、またニューヨークは海に面した都市なので、特に地盤沈下に対しては建物の倒壊以上の懸念点があるということです。これ何だと思われますか。それは洪水による被害です。低地や沿岸部に面した地域では地盤沈下が発生すると、それに応じて海と陸の高低差が縮まりますので、結果洪水のリスクが高まります。地球温暖化の影響とされる海面上昇については、よくニュースなどで見る印象が強いのですが、地盤沈下の影響については未だに見たことがありません。私の視野が狭いのかもしれませんが、世界の沿岸都市を対象にした調査では、海面上昇よりも地盤沈下のスピードの方が速いと示されているのです。1年で数ミリしか変化しなくても、それが10年も経てば数センチも変化してしまいます。ということは、たとえ今は小さくても、いずれは将来の大きな災害につながる可能性があるということですね。一見
関係のないように見える地盤沈下と洪水には実は密接な関係があったんですね。ニューヨークではすでに洪水に対する備えとして防波堤の建設や道路のかさ上げ、そして排水設備の改善といった対策を行っているようです。ニューヨークのこのような状況を知るとやっぱり日本が心配になってくるのですが、振り返ってみれば東京も高層ビルは多いわ、一部が海に面しているわで、ニューヨークと同じ状況なら本当に怖いですよね。ですが嬉しいことに、現在東京における大きな地盤沈下の報告はないようです。まあそんなことがあればとっくに話題になっているはずですが、日本はもともと自然災害が多い国なので、台風や洪水などの水害に対する対策はすでに織り込み済みなんですね。ただその一方で、近年は想定を超える豪雨の報告もありますので、一概にこれで安心とも言えません。今も大雨が降っている地域がありますが、私もこのタイミングで災害時の備えを再確認するつもりです。例えば皆さんの住まいの地域でも、市などのホームページでハザードマップが公開されていると思います。まだの方は今一度ご自身の住む場所の地盤の強さや洪水時の影響をチェックしてみてはいかがでしょうか。今日は久しぶりだったのですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。私の話が良かったと思われましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をしてくださいね。感想も入れていただければ励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リリでした。